バッジャパン、今回は今旬のヤリイカ、槍のようなイカやります。いい槍イカ入ってるんですよ。ででんででんででんでん。サバッジャパン、これをさば、いていきたいと思います。まず、下処理、イカというのはここに、軟骨が入ってます。この軟骨を親指で押さえながら、ゲソのこの目のとこをつまんで、親指をこう親指でこの軟骨を剥がしていきます。で、こう綿を抜いていきます。これが綿です。そうすって、この綿処理、スルメの場合はもっとこう綿が入っているんですけど、ヤリイカはまあこんなもんですね。で、このゲソを裏返して、ここで落としてもらいます。これはもう食べれません。で、この裏返したこのここにもう一個軟骨が入っているんですね。ここを切れ目入れてもらって、これです、くちばしですね。このくちばしでイカは食べるんです。あとは目玉を入れます。これがゲソの処理ですね。大画面サバッジャパン。次は本体です。本体は、まず耳をヤリイカでかいんですけど、これまた親指でつまんであげます。つまんであげて、ここを剥がす。で、ここを張ってあげると見えるんですね。でヤリイカの場合はもう皮が薄いんで、この手のひらでこういうふうに抜いていきます。もうこれは簡単に誰でもできます。こういう感じです。そして本体、さっき軟骨が入ってるって言いましたが、そこを薄く切れ目を入れて裂いてあげます。そうするとこれ軟骨が入ってますね。これ軟骨です。このです。あとはもう綺麗です。で、この軟骨にこうなった、やってたこの軟骨のこのサイドがちょっと硬いんで、薄く設定していきます。これで下処理終わりです。
サラダジャパン。飛ぶことしかできないから Are you ready? 1, 2, 3, get up! Jump! Jump! では、やりながら始めていきます。人作り、僕が最も苦手な完成です。怖いよ。サラダジャパン。最後までご視聴いただきどうもありがとうございます。もし俺のさばき気に入ってくれたら、ぜひグッドボタン、押してくれたら。励みになります。なんかさばいてほしいお魚とかあれば、やってほしい曲でもいいし、そういうのがあればぜひぜひコメントください。待ってます。サバクジャパン。いや、飛ぶことしかできないから。 Are you ready? 1, 2, 3, get up! Jump!Bye.
on me. 繰り返すことも本気 All hands in, show me your home key.